スノーマンのラウールが12日、第34回日本ジュエリーベストドレッサー賞を受賞し、都内にて行われた表彰式に登壇した。ラウール、初めて購入したジュエリーとは、真っ白のジャケット&パンツでゆったりとしたコーディネート登場したラウール、大変名誉な賞をいただき光栄に思います。めっちゃ嬉しいです、と笑顔で喜んだ。ラウール自身ジュエリーを身にまとう機会はそんなに多いわけではないが、グループでティファニーのアンバサダーを務めたことをきっかけに、ジュエリーの魅力を改めて感じつつ、表現する仕事をしている、という。さらに、初めてのジュエリーは、CD デビューした記念に宝石店でオーダーメイドで作ったピアス、だそうで、初めて身につけた時に心がキラッと輝いたことを今でも鮮明に覚えています、と振り返り、ジュエリーのようにアイドルとして応援してくださる皆さんを心ごとキラッと輝かせるように努力していきます。ジュエリー似合うよねって言ってもらえるように自分を磨いていきたいと思います、と気持ちを新たに意気込んだ。第34回日本ジュエリーベストドレッサー賞、受賞者同賞は、過去1年間を通じて、最も輝いている人、宝石が似合う人、5世代別に分けて選考し表彰するもの。34回目の開催となる今年は、ラウール、10代、長野芽衣、20代、田中みな実、30代、松島菜々子、40代、長作博美、50代、大地真央、60代以上が選出された。